クリフリースは、イギリスウェールズ・ハーバー・フォード・ウスト出身のミュージシャン。スーパー・ファーリー・アニマルズのメンバーであり、ボーカル・ギター、作詞・作曲を担当している。ファーリーズの楽曲の多くは、デモや大まかな骨組みをグリフが作り、それをメンバーとジャムセッションや議論しながら作り上げて、育友スタイルを主としている。 1990年には、すでにスーパーファーリーアニマルズの前身バンドといえる、FF コフィーボーブを、ラフ、ロードリピューラと結成していた。1993年にファーリーズとして、本格デビューして以降、ウェールズ人としてのアイデンティティと、ユーモアと、シニカルと知性にあふれた、ポップイズムでカッコたる地位を築き上げる。その後もほぼ休みなく、コンスタントに作品のリリースを続け、 バンドが安定期に入った2000年以降からは、モグワイのアルバムにボーカル参加するなど、対外活動が活発化。2005年に全編ウェールズ語で歌われたある当たるゲンヘッドライスで、本格的にソロ活動にも着手。2年後には、セカンドソロアルバム、キャンディライオンをリリース。他にも、シミアンモバイルディスコのセカンドアルバム、テンポラリープレジャーや、 ゴリラズのサードアルバム、プラスティックビーチにてボーカル参加するなど、客演も多くこなしている。2007年には、サイドプロジェクトとして、エレクトロニックポップユニットネオンネオンを指導。翌年には、ファーリーズとネオンネオンの活動を並行しながらの世界ツアーも観光し、フジロックフェスティバル08には、ネオンネオンとして、 二週間後のサマーソニック08にはファーリーズとして出演するなど多忙を極めた。2011年2月2日、ソロとしては3作目となるアルバム、ホテルシャンプーを日本先行でリリースした。デビュー以降、本業であるスーパーファーリーアニマルズの活動を全く停滞させることなく、ハイペースで創作を続け、同業者からも共端の声が上がるほどの多作家として知られる。 ありがとうございます。